スタジアムになってますよね。あのコンコースはお客さん入る前スタッフの方走ったり歩いたりもされてますよね。トレーニングでしてますね。私もコーチ時代それをしましたよ。あ、そうですか。はい、ずっと周りを歩きましたね。伺いましたら1周800メートルぐらいあるそうです。あ、そうですか、はい、松山セカンドに板山グラブに触りましたがセンター前抜けてきました。さあ先頭バッターを出しました。2回の裏のカープの攻撃0対0両チーム無得点です。小野の立ち上がりは小野さんストレートは球速が出ていましたし、フォアボールが何よりありませんでした。そうですね、まあ、あのストライクゾーンで勝負するということではできていると思いますよね。ただあまりそのストライクゾーンばかり集めてしまうとカープ打線に捕まる可能性もありますから、まあ、そこら辺りあのとにかく粘り強く投げるべきでしょうね。あの前回バッテリーを組んだ坂本が話していたのは小野のあのカーブですね、はい、あのボールも非常に特徴があって使えるボールなんじゃないかと、うん、あの大瀬良はもうここまで2イニング投げてますけど自分の持ち球すべて投げてるんですよね、はい、まだその小野の場合はまあ相当スライダーしか投げてませんのでこの先まだ自分の持ち球をどういう形で使うかでしょうね。打席には6番の阿部です。小早川さん、阿部がちょっとこのところですね、はい、少し調子を落としていたんですが、はい、昨日あのホームラン連発の後のタイムリーこういうしぶとい打撃ってのはまた見られましたね。どうやらあのカープのスタッフコーヘッドをはじめ監督もですね上がってくるんじゃないかなっていうふうに阿部のことは見てるようですよ。ファウルです。だから庄司がね、はい、あのスタメンに、はい、そうなんです、はい、あのメンバー交換された後ですね水曜日のゲームですね、はい、雨で中止になってまた庄司のスターティングメンバーがあるのかなと思ってそういう話になった時にはですねいやどうやら阿部が火曜日ですね。失礼しました。はい、阿部が調子は戻しそうなので庄司のスタメンはねまあしばらくないかもしれませんねとそういう話でした。小野さん今109キロカーブ使ってましたね。ちょっとこう高め抜けてますけどね。こういうカーブもうまく使っていかなきゃいけないでしょうね。まあ、阿部はサードのスタメンなんですが、そのスタメンのところに火曜日は庄司という若い選手がコールされたんですが、雨で試合は行われませんでした。まあ、そういった意味では小早川さん、競争激しいですね。激しいですよ。はい、あの去年おととしとカープは優勝したんですけど、今年は特に戦力的にはですね、その、まあ、2年、去年おととしよりも非常に苦しいんですよ。そういった苦しい中でもみんながカバーし合ってね、やっぱり今の位置をちゃんとキープしてますから。カウンです。まあ、今一塁にいる松山も4番も打ちますがベンチに下がる日もあればこの阿部もスタメンを外されることもある。そしてこの後打席に入る野間は今シーズン今打撃を磨いてスタメンの機会を増やしてきているというカープ。去年の MVP の丸は今いません。さあ小野3ボール2ストライク。あ、今日1つ目のフォアボールが出てしまいました。大野さん、はい、あの追い込むカウント戻すところまではいいボールもあったと。そうですね、まあ、その後はやはりあの変化球、はい、やはりカーブスライダーでカウント取れなかったというのがねこういうカウントにしてしまったかなと。で最後はもうちょっとストレートちょっとこう力みすぎたかなという感じですよね。まあ、ただここはすかさず糸原が声をかけに行きました。昨日の立ち上がりはあの能見があっという間に点を取られてしまったんですが、はい、今日はあのちょっとタイガースの守備陣もこうやって声をかけに行ったりして、はい、まあ、事前にこうピッチャーを落ち着かすといいんでしょうかね。やはり野手陣もあのどうしてもそのフォアボール絡みから崩れるというのを分かってますから、まあ、今初めてフォアボール出しましたよね。そういうところで一個こう間を取ったんじゃないかという気がしますよね。もちろんまあ出してしまうことはあるかもしれませんがその後をどう切り抜けていけるか。ここは打順は下っていきますですね。どう考えるかですね。まあ普通ですとね、まあ、送って相澤でという考えなんでしょうけど、あ、二塁牽制の構えだけ。セカンドランナー松山、あ、キューバにピッチャーが絡んでくるセリーグのね、攻撃はこういったところもねやっぱり難
かしさもあり、非常にねこう見ている方はどうしてくるのかなという楽しみもありますよね。気になるでしょうけど、とりあえず小野はもう我慢にちょっと集中をしてしっかりしたタイミングで投げるということをしなきゃいけませんね。ファウルです、まあ、タイガースの外野を見ていますと前に詰めるというのことはありません。ノーアウトです。そうですね、だからセカンドランナー松山ですからね。そうですね、まあ、それを考えますと抑えるんじゃなくて打ち取るという考えの方がいいか分かりませんよね。しっかり投げ切って打ち取ると、あまり抑えてやろう抑えてやろうという気持ちになると力みも入りますので、はい、打ち取ってアウトを取るんだという気持ちを持って投げれるかどうかですね。これはレッドのボール際ですが切れます。あー、ツーボールからファール2つでツーボールツーストライク。小早川さん、もちろんバッターとしては、はい、小野のこの150キロぐらいのストレート、ここを中心に待っていくと思うんですね、はい、そうですね、ストレートに、まあ、タイミング合わせてしっかりと振り分けないので最初は行くでしょうね。ここも追い込まれましたので、追い込まれたというより2ストライク取られましたので、まあ、全てのボールをマークに変わっていくわけですけど、バッターはね、ノーアウト1塁2塁というのが一番打席の中でヒッティングですと打ちづらいんですよ、この状況が。あ、そうですか、はい、ダブルプレーはやっぱりね、絶対点を取れる状況に自分がアウトになってもつないでいきたいので、で普通ですとね、まあ、右方向への打撃っていうのを頭に置くんですけど、あまりそれが強いと今度ダブルプレーになることになりますので、はい、さあまた3ボールになりました。この回フォアボール1つの小野、ミットは内側、空振り三振。ミットよりはボールはずれましたが高さは低めに来ていました。空振り三振です。連続フォアボールは与えませんでした。ちょっと追い込まれてから進塁打を打とうという気持ちが強かったですかね。それまではタイムリーを打ちに行っていたんだと思いますけど、で大野さん、今ここでもまた梅野がマウンド行きましたね、はい、まあ、そうですね、まあ、ホッとするなという部分と、やはり初球の入り方とかね、まあ、いろんなことをワンクッション入れましたけど、まあ、今もボール球をね、野間が振ってくれて助かったというボールなんですよね。シュート回転でこう落ちてますからね、ストレートが。ワンアウト一塁二塁で相澤、ここ切り抜ければ次はピッチャーの大瀬良。先ほど阿部の時に言われたのは変化球でストライクが取れなかったというお話で、ね、大野さんからありました。初球スライダー外れました。ミット内側、あっと高めデッドボール。ワンアウト満塁。フォアボールは一つですが、デッドボールで満塁、打席ピッチャーの大瀬良。今年の相澤は非常にデッドボール多いですしね、で逆にピッチャー大瀬良がその
ネットワークのサークルバッターボックスでその当たったところ見てますから、今のようなボールをちょっと大瀬良が怖がってというような気持ちになると思うんですよね。でちょっとあの小野も、まあ、ランナーがセカンド行ってから特にそうですけど、コントロールちょっと乱してますのでね、はい、まあ、そういう意味ではあのピッチャーに対してどういうボールを投げ切れるかですよね。内野は前に来ますタイガースです。0対0、2回の裏カープの攻撃、ワンアウト満塁。まあダブルプレーがなければ次田中という打順ではありますが、大瀬良はただバット少し短めに持っています。まあ打ち気には来てますけどね、打っていった。そうです、大瀬良は今シーズンここまでまだヒットはありません。先ほど小早川さんがおっしゃいましたが、この9番ピッチャーという打順でどう攻めるかという中で、ここでヒットが出るとまた大きいんですよね。大きいですよ、それは大瀬良にヒットがね、タイムリーが出るとそれは大きいですよね。でもこう積極的にいってほしいですよね。あのダブルプレーになるよりは三振の方がいいとよく言いますけど、私はそれは結果論であってね、はい、もうとにかく積極的にいってほしいですよ、ピッチャーでも。ワンボールツーストライク、大きく外れました。だから中途半端なスイングしないことですよね。ですよね。逆に三振してもいいからしっかり振ると、ぐらいの気持ちがいいでしょうね。まあ、内野も前に来ています。もう小野は逆にこの場面は間違いなく打ち取らなきゃいけませんよね。もうあの三振を取るような気持ちぐらいで投げなきゃいけませんね。1番4番じゃないんですよね。もう下位打線、下位打線だろうともこういうピッチングするということはやはり物がしっかり投げ切れてないという状況ですからね。ましてこの場面はピッチャーの大瀬良がバッター。いい打ち方してますよ、切れませんでしたからね、よく伸びましたしね。スリーボールツーストライク、高めのボールでしたが、こうちょっと短く持って打席に入って強いボールに負けないという大瀬良のスイング。結果的には小野としては一番こう共有してはいけない状況の中での失点になってしまいましたよね。フォアボール、デッドボール、まあ、コントロールを乱しての、まあ、したらピッチャーにタイムリーですから、はい、そしてお二人